はい、大学ラボのまさきです。今日はその学歴の重要性っていうのをちょっと東大に通ってた方にね、でかつ今社会人の方にちょっと聞いていきたいなっていうふうに思います。で、まあ、今回ちょっとミナミントンさんをねお招きしてるんですけど、なんかそもそもね、まあ、社会人になったばっかじゃないですか、はい、の上でいろいろこの4年間とかも経験した上で、うん、学歴って結局大事だと思いますか？いや、学歴はね社会人になってから思うんですけど、あんま言う機会ないです。ああなるほどですね。はい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 、はい、いやそれよりもやっぱり重要なのは教養とか理解力だと思うんですよね。しょうもなんですね。まあ、確かに言う機会ないのは確かに確かに。でもそのなんだろうな、学歴とその教養理解力がね、その比例するのはやっぱ比例すると思うんですよ。まあ、確かに。っていう意味で結局学歴ある人の方がそこの力あるなって感じはします。東大にいれば、うん、話し相手にはあんま困らない気はします。ああそれはその水準が合ってるから。はい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 、まあ、確かに合わない、うん、ないと何も話合わないですもんね。そうですね、なんか持ってる知識量とかが違うと、それ何って言われたら会話終わっちゃうっていう。わかる、なるほどですね。やっぱそういう話になってくると、なんかまあ社会人になった、まあ、まだ日数は浅いと思うんですけど、やっぱ学歴ある程度ある人の方が話合うなと。まあ確かにそれはありますね。確かにそうっすよね。ってなると需要っていう、結局そうなっちゃうのか。なん比較的重要ぐらいですか？じゃあそれで学歴が、ね、重要かどうかって就活とかでもやっぱ関係あると思うんですよ。まあ、確かに。ってなった時に体感として就活の時って、うんうん、それこそ東大から比べたらマーチの人とかっていました？専攻に。いや、いるのはいますよ、もちろん。なんか明治とか結構見るイメージはありました。はいはいはい、なるほど、まあ、いるにはいると、うんうん、受かってる人でいうとどうですか？通ってる人。いや、なんか私が就活弱者なんでちょっと何も言えないんですけど弱者なんですね。なるほど。あ、じゃあなんかその企業のサマーインターンとかって言ってました？あー、まあなんか 2days インターンとか、うんうんうん、そういうのもまあ参加したことはあります。ああ、なるほどですね。それで言うと、まあ、あれもなんか一応 2days インターンがあった後に、うん、その後なんか専攻のなんか進めるやつあるじゃないですか。あー、まあなんかちょっと良かった人には声がかかるみたいな。そうそうそう、結果残すと 2days インターンの後に専攻なんかショートカットのやつ入れるみたいな。あー、ありますよね。けど、なんかそれとかは行ったことあります？あ、ないです、ないです。ないんか何もなかった。なるほど。私の価値が 2days で分かると思わないですか？なるほど、そんな浅くは分かんないと。でもそんなすぐ伝わるものでもないっていうあれですね。スルメ女なんです。なるほど。じゃあその 2days で、まあ、グループワークとかもするじゃないですか。そうですね。ってなった時にグループワークに別の学生はじゃあ行ったんですかね？そうですね、結構その時は慶応の子が何人かいたなっていうイメージ。はい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 、はい、なるほどですね。まあ、確かにグループワークは僕もいたような気するんで、東大生やっぱでも多かったですね。ああ、そうなんですね。な気するんで、そうですね、ちょっと触るかなってあるんですけど、まあ、その学歴って意味で言うと、なんか就活とかで一番差が出るのは東大生限定就活の会みたいな、なんか企業説明会みたいなのってありました？行ったことないですあるかないかというと、え、あるんですか？私が情報弱者すぎるんじゃないですかこれは。なるほどですね。あるか分かんない、まあ、多分あると思うんですよ。やりそうですね、確かに。え、なんかその早計イベントみたいなとこあるんで、まあ、じゃあありそうですよね。あると思うんですけど、え、なんで周りで就活してる子はやっぱでもいますよね。 いましたよね。いや、まあいましたね。いましたよね。そういう子で言うと、なんかやっぱサクサクっとなんか大企業の内定取ってるなとか、なんかこうリクルーターついてるんだよね俺みたいな人とかっていました？いや、もうサクサクっと完了になるみたいな人もいますし。サクサクっと完了になるんですか？あ、うん。なるほど。いや、でも全然その私から見ると本当に性格もいいし、うん、面白いし、うん、頭もいいのに、うん、なんで落ちてんのみたいな子もいて。あ、落ちてる人いるんですか？本当にわけわかんなくて、はいはいはい、え、私が社長だったら絶対取るみたいな。なるほど、なるほど。その人もだから伝わらなかったんですね、魅力が。なんですかね。あ、なるほど。じゃあ別になんか学歴ご利用してみんないい企業をバンバン取っていくみたいな感じではない？いや、意外と破れてる人もいて、なんかえーって思います。まあまあ破れてる人もいるし、まあ、しっかり完了になったりとか、まあ、意外と普通に行ってる人もいる。外資の企業に行く人もいるっていう感じですね。いますね。まあ、ってなった時に、まあ、いろいろその、まあ、社会人になってからも大学生活の中でもいろんな学歴の人には出会ってきたと思うんですけど、まあ、それ踏まえた上で、浪人してまで学歴って獲得しに行くべきだと思いますか？なるほど。あ、学歴言ったらやっぱ浪人もデメリットってあるわけで、まあ、シンプルなんか1年間損するだけじゃんと思ってる人もいるかもしれないですけど、就職してからの一番給料もらえる最後の年を使って浪人するわけじゃないですか。なるほど。1年遅れるってことは、まあ、まあそうですね、そうですね。だったらその、まあ、適当に言ったら1000万とか
使ってるわけですね、その1年のために。そうですね、まで行って学歴を得る必要があるかっていう、生涯年収とどうかみたいな、はい、とことかとかもあるんで、なんかそこら辺どうかなって思うんですけど。いや単純にめっちゃ行きたい大学があって、なんか別の大学に入って後悔するとかだったら浪人した方がいいのかなっていうのは単純に思うんですけど、なんかそうじゃなかったら普通に早く社会人になった方がいいって思ってるんだったら、もうさっさと入学して卒業して働いた方がコスパいいっちゃコスパ良くないですか、はいはい、っていう。まあ確かにそうですね。なんか結局、うんうん、その若い人材って求められてるじゃないですか、うんうん、もう企業が育てたいみたいな、はい、だからまあ若いっていうだけで価値みたいなところあるんで、うんうん、まあ浪人してるんですけど。なるほどね、っていうのはありますね。あなるほど。それで言うと、じゃあもしまあ仮に自分が現役の時になんか早稲田受かってましたみたいな、で東大落ちちゃいましたってなった時に、その頃に今の知識状態で戻るとしたら、浪人してまで東大行きます？うわめっちゃ悩む。浪人しそうですね私は。あ浪人するの？それなんでするんですか？なんか私の学校が割と浪人 OK みたいな感じの学校だったのもあって、浪人しやすい環境だったんですよね、うん、っていうのと、やっぱなんか東大普通に楽しいなっていう。東大が楽しいですよね結局。なるほど、まあ、楽しい4年間が遅れるからそこに行くっていう、そこがでかいですね、うん、世間体とか社会に出るっていうのを気にするっていう上だったら、もう別に浪人しないで普通に大学行ってそこで頑張って就職したらっていう。まあそうですね、就活だけ考えたら別に全然東大じゃなくてもいいんじゃないかって思います。でも逆にもし YouTube とかやりたいったら、うん、私は東大行った方がいいかなって思います。あそれなんですか？コンテンツ力。まあそうですね、やっぱ上に行けば行くほど自分の権威性が上がりますからね、うん、そうですね、差別化されますからね、か東大生、東大女子とか言っただけで、うん、おって興味持つ人はいるっていう。確かに確かに、って言ったと思う。そっか。いや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 炎上しますよ。あ、そっか。いやまあ、じゃあ早稲田の周り多いんで。多いから。そっか、東大女子って言ったらおってなるのはもう事実なんで、事実勉強してもちょっと困るんですっていう感じです。なるほどですね、ありがとうございます。じゃあまあまあ浪人はまあ大学行きたいんだったらすればいいと思うけど、学歴のためにするかってやるといまいちっていう感じですね、そうですね、結論。 OK です、ありがとうございます。じゃあ次聞いていきたいのが、はい、高学歴ってどっからなのっていう論争ってあると思ってて、どう思いますか？社会にも出た身として。これ言ったら炎上しません？大丈夫大丈夫。いやでもやっぱ宮廷か宮廷レベルの国立はやっぱ高学歴だし、なんかすごいなって思います、シンプルに。なるほど、私分はって感じですか？あいやいやいや、そんなことはそんなことはそんなことはないけど、まあ、入試形式とかにもよりますかね、その辺は。そこに批判のあれを持ってたやっぱですね。あいやいや、そんなことはないんですけど、うんうんうん、いやなんかやっぱその受験時の勉強量とかって結構違うよなって思ったり、うんうん、そのやっぱ数学いらないとかってなると、本当に数学大事、確かに社会で数学大事ですから、ね、使わねえ。いや使う、これ本当に使う。積分とかしないですよ。確かに。なるほどね、そうですね、まあ、じゃあどっから高学歴って言ったら、まあ、宮廷はそれは高学歴でしょう、うん、マーチって高学歴なのかみたいな。むずいですね。だからそれはなんで聞くかっていうと、まあ、炎上堂のコンドじゃなくて、例えば日東駒線、日大受かってました、ーマーチ目指します、浪人します、うん、が正解じゃなくなるじゃないですか。マーチが高学歴ないんだったら、確かに確かに、学歴得るためだったらって前提ですよってなった時に、その社会的扱いがもうどっちかなって、まあ、僕の考えではマーチは高学歴ですね。ああの偏差値60以上だったら上位 10% になるんで、あなるほど、あれかなと思うんですけど、私は青学のために浪人してる人を見ておおって思いました。あなるほどですね。やっぱでもそれまでの基準によりますよね、どのコミュニティに属してるかによりますよね、結局。しかもうちの高校は割とその地方の県立のちょっと進学校みたいな感じなんで、やっぱ国立に押すんで、ちょっと私立みたいな感じの先生が多かったっていうのはあるかもですね、そういう価値観が。なるほどですね、確かに。あでもじゃあ一個聞きたいんですけど、はい、学歴、まあ、東大ってまあ一番上なわけじゃないですか、まあまあ、自分で言いづらいですけど。そうで得したことってありますか？なんか例えば、うん、僕だったら偏差値65ぐらいの高校から早稲田行ったんで、うん、やっぱ周りのレベルちょっと上がったんですよ。あ確かに。そうだから話すレベルが上がったりとか、うんまあ、できた人脈のレベルが変わったかなみたいな。おそれこそ今独立してて社長さんで早稲田の人とかも多いんで、それでなんか人脈作りやすかったりとかもありますし、確かにっていうのがあるんですけど、学歴あって得したなってことあります？まあ、一つは東大の子だよねで覚えてもらえる、うん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 、っていうのは結構でかいなって思ってて、やっぱ一個インパクトがあるっていう。確かに、まあ、学歴あるイコール知名度あるですもんね、うん、ほとんど。まあそうですね、うん、絶対覚えてはもらえるかなみたいな、うんうんうん、のとやっぱ周りの人は確かに東大もそうで、なんか東大に行ってあんま下がっていくことってないかなみたいな、
引っ張ってくれる。あ、なるほど、それはいいですね。確かに確かに、友達のレベルが結構高いと落ちてくみたいなことはあんましないのかなっていう。あ、確かにそうですね。周りの当たり前のレベルが上がるっていう感じですね。そうですね。ここはちゃんとやるとこだよっていうところでやりますからね。逆にプレッシャーになる人もいると思うんですよね。はい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 、それこそ就活とかの周りみんな大手でみたいな、うんうんうん、って思ってる人も多分いるとは思います。高学歴の中にいると大企業行くのが当たり前みたいに思ってる人が多いん でかつみんな頑張ってるから、まあ、自分もそのレベルで頑張れて思ってたよりもいいとこ行けるとかはまあ、あるかもしれないですね。ありえますね。そうですね。ということで、まあ、ラスト、はい、まあ、結論、学歴コンプに悩んでる人とかに向けて学歴大事なのかっていうところの答え出したいんですけど、うん、そうですね、どうですか。いや、まあ、学歴って言いますけど、うん、なんか結局、まあ、たとえ東大生とかでも、うんうん、結構えみたいな人もいるんですよね。あ、確かに、マスダもいますね。うん、なんかそんなに、まあ、賢いように思えなかったり、うん、なんかすごい効率悪いとか、はいはい、まあ、なんか倫理観が終わっているとか、うん、まあ多分いるんで、うん、結局その人間的な魅力が高い方が良くないですかっていう。確かに、生きていく上で幸せですからね。いや、そっちの方が。そうです、っていう結論ですね。なるほど。じゃあ、まあ学歴は、まあ、役立つ時もあるけど、ね、そんなに追い求めるものでもないかなっていうところですね。無理してまでね。そうですね、わかりました。ありがとうございます、はい、ということで今日はミナミントンさんと学歴のことについて話していきました。ありがとうございました。ありがとうございました。普通に大学行ってそこで頑張って就職したらっていう。まあそうですね、就活だけ考えたら別に全然東大じゃなくてもいいんじゃないかって思います。でも逆にもし YouTube とかやりたいったら、うん、私は東大行った方がいいかなって思います。ああ、それなんですか。コンテンツ力